公開講座セレクション日本人と第九放送のお知らせです。ベートーベン交響曲第9番第九が日本で初めて演奏されてから100年、その節目の年に放送大学が取り組む大学は歌うプロジェクトの一環として千葉学習センターで行われたシンポジウムをご覧いただきます。私たちが第九に惹かれ演奏し続ける心はどこにあるのか、第九の魅力について4人の研究者がそれぞれの立場から語ります。公開講座セレクション第九を学ぶ日本人と第九、放送はご覧の日時です。どうぞお楽しみに。